2014オートバックススーパー GT 第5戦富士 GT300 キロレース、まもなく予選 Q1 が始まろうとしています。伝送きた、29秒986、やっぱり速い伝送。今ですね、やはり天候気にしてですね、Q2 進出組はですね、もう井の一番人という感じでみんな出てったんですけども、同時にですね、これは完全に雨ですね。これ難しい。あ、これ肉眼でもはっきり雨見えますよ。SC という表示がされています。セーフティーカーによるスタートとなりました。2014オートバックススーパー GT 第5戦富士スピードウェイ、まずは GT500 クラス、一気に1コーナーに向かっていく。タイヤとしてブレーキも熱の入り具合どうなのか。1コーナー水煙が上がって、後方は見えなくなっている。やはり入りました。大粒の雨、そして非常に強い風、台風11号による影響です。あー赤旗か、出ましたね。まあ、しょうがないですけどね、ここは一旦これで中断ということになります。本当にね、悪天候の中応援いただきましてありがとうございます。精一杯頑張りたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。台風の大雨を抜けて再スタートとなりました。トムスが並んでいました。どっちが前か、トムスの前だ。ここでロシターが仕掛けていきました。1コーナーの勝負を制したのはロシターです。
していきました中島和樹。さあ今情報が入りまして、ゼントが今ファステスト出したんですが、ゼントスリックです。ものすごい雨が最終コーナー方向から来ました。あー SC が出ました。セーフティーカー